シャオロンパオだけ。シャオロンパオってどういう意味なの？小林って小さい林ってこと？小籠包を中国語で言ったらシャオロンパオらしいっす、ね、だから小籠包がどうやって小林になる？いや意味ないっす、特に意味なく。みんな意味あること書いてある。ちょっとごめん、パソコン取ってもらっていいですか？みんな意味あること書いてるんだろうなって思ったんですけど。はい、綺麗なお姉さん好きですか？好きですよ。はい、嫌いな人以上です。以上です。ありがとうございます。また次回お会いしましょう。また次回。めっちゃショートじゃないですか。え、これで1本取れました。これで1本、これで1本です。新しく入った人、新しく入居した人に、うん、おお、まあ、時期的にってことか。そうです、当選しました、ね、おお、なんだなんだ、やったじゃん。何くれんの、うん、ディズニー、あ、プリウス？